3番。これ教科書の演習4点、22で、問題は、行列ですけど、2のマイナスラムダ、マイナス1ですか、それから2マイナスラムダ、1、これ見え見えなんですけど、計算は見え見えじゃないですね。これが正則なラムダってやつですね。正則でないのがいいのか。で、A が正方行列の時、A が正則でないというのは、行列式ゼロですね。だから要するにこれの行列式を計算しましょうっていうわけです。それでこっちに書くと、大丈夫かな。こういう時はやっぱしょうがないから、なるべくいろいろゼロをちょっと写し間違えてんじゃないかな。もうボケてるからはっきり言って。やっぱりそれで。これを計算します。ちょっと写し間違えたら悲劇だから。最近年とともにそういう悲劇を感じることは多くなってますけど、どうしましょうね。困ったね。これどうやって計算しよう。ゼロを増やしたいんですけど、どうやって増やそうかな。これ使ってこれ消したりしますか。とりあえずそれでなんとかなるかな。もうちょっとなるべく省エネでいきます。だからこれでこれ前2行3行に2行かけるマイナス1倍しましょうか。そうするとここゼロになりますね。ゼロにしたいだけで、3マイナスラムダですか。そしたらここは5マイナスラムダですか。こういう感じ。それでもうちょっとゼロを増やせないかな。ちょっとまた難しいですね。しょうがないな。4次展開するのもう一回もう。面倒さいからこれ3列を1列に加えておきますか。あまり関係ないんだけど、そうするとどんどん汚くなるわけです。気がするけど2マイナスじゃなくて加えると、ここは0で4引くラムダで、ここマイナスラムダマイナス1で。これ加えるんだよね。8引く2ラムダで、光明が見えましたね。これはたまたまです。仕組んだわけではあります。それで見えるのはここが2倍の4引くラムダですね。だからこれ4引くラムダで出しちゃいます。そうすると、102ですか。ラッキーって感じです。0で、どうすんの。こうなりますね。それで、もうここ1があるから、もちろんこの1があるから、ここ2消しますね。そうするとどうしますか。
400グラムだ、忘れてはいけない。ここは0になって、2ラムダプラス2かな、2倍のラムダプラス1になりますか、ここは。これの 2倍を引くんだから、こうなってますね。それで、4引く2ラム、5引くラムダから、2倍は4引く2ラムダ。これ引くと、1足すラムダ、これラムダプラス1ですか。思いますか。で、そうすると、ここで展開すると、それで、マイナス2、マイナスラムダ、マイナス2。ちょっと見にくいですね。それで2倍のラムダプラス1で、こうなりますか。それで、今度はラムダプラス1が見えますか。そうすると、4引くラムダのラムダプラス1を繰り出して、2、1で、こうですか。ちょっとこれもよくて、そうすると、4引くラムダのラムダプラス1のどうですか、マイナス2マイナスラムダ、足す2ですか、足す2になってる、足す2だね。で、そうするとこれマイナスラムダになりますね。だからこれひっくり返してラムダのラムダマイとなりますね。よりA がこれは正則がないのはラムダイコール04マイナス1となると、まあこれは答えですね、というわけです。まあこういうのなんかもうラムダが入った瞬間これが固有多項式をいろいろ計算するときにもうすごく大変になりますよね、本当に言うと。もうそのアルゴリズム普通の数の行列だともうだいぶ分かっちゃったようにその行基本変形でもアルゴリズム的にバーっていっちゃうんだけど、こういうのはなかなか難しいですね。いろいろテレンテグダを使って計算するしかないですね。もちろん今数式処理システムが発達してるんだろうから、まあそういう問題もなくなってきたのかもしれないけど。